け合いの精神みたいのが強いというか、やっぱおじいさんの頃からの昔の人だったら多分みんなそんな感じです。自己管理っていうか、さそれは徹底して、やっぱそういうの気にしていかない、仕事に穴開けるわけにいかないって。いや、結構な、もう本当マヨネーズですね。やばいよ、これ。はい、天候しかの話したら、誘惑には勝てないっていうことね。あ、まあ、そうですね、マヨネーズの。今日のこれ、今後の予定を。とりあえず、広島の朝のパーティーが行こうかな。シャワーを待ち。はい。7時まで泊まります。じゃあ、なぜなんでしょうか。今、草を入れたやつを。はい。止まった状態で食わしてやるんだよ、はいはい、走ってるとあんまり食いが悪いので止まった状態で食える。なるほど、はい、確かに、まあ、人も走りながら食うよりね、揺れながら食うって言ったら、そうですよね、腹いっぱいならそうで、そうですよね、わかりました。じゃあ7時まで、はい、承知しました。はい、行きます。どうされます？何か今一頭寝てるから。あ、寝てる。どうする？あ、おー起きないとやっぱまずいんですか？立ってた方がいいから。あ、立ってた方がいい。はい、あの後ろのやつがちょっとケツ前に来てば踏みそうになって。あー、なるほど。普通に座ってればいいんだけど。はい、そうそう、行きますか。はい、行きますか。はい、はい、どうされました？ああ、見てるだけです。あ、お疲れ様です。バラバラ寝てんじゃない。お腹いっぱいな。これだ、前だ。あ、こいつも落ちてる。今30分寝かしてるけど、これちょっと休憩。あ、430で、はい、じゃあ30分休憩。30分ね、承知しました。休憩中にもちょっとこうやっとけば楽っすよね。まあ、あとあと洗車が、洗車というよりかやっぱ単純にこうやっぱ車が汚れてるのが嫌だなっていう。そうまだこの辺もエンカル巻いてないから、はい、そんなに汚れないですもんね、雨が降ってても。なるほど、あの道内夜走ったらちょっとこう待ってたのってあれやっぱあれエンカルですか。エンカルのもう巻いてる残りとか、あとあれですか、あのホコリさん畑から引っ張った泥とか。あ、そういう、なるほど、土ぼこりっちゅうんですか。はあ、それが多いから雨の人が走ったら汚れるんですね、一気に。そう、ピカピカですからね。なかなかこんなことやってるやついないですけどね。マジで。いやいや、素晴らしいですね。眠気覚まし代わりですよ。ああ、確かに、ああ、そういうことですね。休憩してるんですか、はい。もういい感じですか。あと5分。
飛んでますね。飛んでますね、土曜日なのに。もっと空いてると思ったんですけどね。やっぱ34止まってくからじゃないですか。あ、なるほど。撮ってますよ。なんで、いや、いいじゃないですか。こう助け合い。悩みで二人でこんなまわけわからんスポット来て、はい、もうすぐクリ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 やったらキモくない？いや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 、もう始終撮ってますよ。全然キモくないですよ。本日の業務お疲れ様でした。あ、これで今日はここで。でこの後はじゃあシャワー入って、シャワー入って、明日は出発何時？7時ぐらいですかね。7時ぐらい。わかりました。じゃあ入りましょう。シャワー入りに行きますか。はい。はい、やっぱ気になるんですね。なんか先の腰みたいになっちゃう。気になっちゃった。先。はいはい。な、結構あるんですね。あ、シャワーのコス。はい。あるはずです。あ、わかりました。うん、じゃあ後で行きます。はい。はい、どうも、はい、さっぱりされまして、はい、お疲れ様です。あのね、この後はもうと仮眠して、そうですね、仮眠ですね、感じですね、はい、あと持たない。そうですよね、まだ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 ありますよ。まだまだですもんね。でもそれでももう距離で言ったらもう何もないですもんね。あ、本当ですか、はい、こっから九州まで2時間ちょっと、うん、九州行ってから4時間ちょっとなんで、結構ありますね。いました。今日はどうもお疲れ様でした。はい、また明日。明日よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、すみません。